はい、基本一人です。いつもありがとうございます。前回の動画の続きの動画となります。お昼ご飯で豚の生姜焼きを食べた後から始まります。お母さん、ここ座ってじゃあ。よし。しめちゃん、まず。よいしょ、ね、お茶をまず飲んで、しんさん、いいの最高にいい子になってそれ以上になるかな。いい子になった？いい、最高にいいよ。最高にいいってさ、しんさん今顔もいいし、最高に体格もいいし何も言うことない。しげちゃん最高だってさよかったね。おい、はいはいね、用意するでちょっと待っててね。お菓子用意しますよこれね、はい、ちょっとお待ちください。少々お待ちを。少々お待ちを。しげちゃんのはちょっとな。ゆっくり食べて。これ一番安くて美味しいな。180円でこれぐらい美味しいなら。はい、これ1個、お母さん、まあいいわ。この髪ももったないぐらい。
お母さんがたまにふわふわのパン食べたいって言うもんで、買ってくるけど、まだまだお菓子あるで、もうちょっと待ってね。もうちょっと待っててね。あげるでしねちゃんお菓子。これ。もしもしまた持ってくるでね。これよ、ね、美味しいよ。ああ。チーズ味でね、うん、甘いやつとまた違って、美味しいで。しげちゃんもおやつそんなにたつあ、ね、ゆっくり食べない？食べれんだよしげちゃんも、うん、量が決まっててお母さんも最近量が決まってるよ。おいおい、怒ってる、うん、ね、よこそいって、うん、ゆっくりゆっくりゆっくり食べなよゆっくり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 しゆっくり食べな。ほらほら、ちょっとお休みね、お休み しましょう。もういい、まだあるだね、これはい、じゃあ肌が綺麗になったね、うん、なんか割と調子いいね、うん、そう、2個いっぺんに食べんでもいいの。2個ふーって入れちゃうだもん、うん、あれすごい食べ方だね。用がないと行っちゃう。トイレ行くか、トイレ。トイレだね。石鹸でなんかやってるね。
去年はね、しげちゃんね、尿路結石かな、そういうのがあったりなんかしてね、割と調子が悪かったんですけど、今年はね、すごく調子がいいですね。まあその分ね、4月から母親が調子が悪くなってしまいましたけど、それもね、先週4度目のカテーテルの手術やってですね、左足の足の先もね、割とね、体温が上がってね、血行が良くなったような感じがして、これからはね、なんか順調に、療養生活を続けていけるっていう感じのね、道筋ができてね、なんか気持ち的にはなんか一安心っていう感じですかね。しげちゃん元気だね。ね。まあ、これからね、また寒くなればね、寒くなったっていろいろあるかもしれませんけどね、例えば母親が足が冷えてしょうがないとかね、なんかいろいろ出てくるとは思いますけども、まあ本当にまあ年末ぐらいまではね、なんか、こんな感じで落ち着いて生活できそうな感じがします。もう一つお茶くれる？うん。ご飯だ、お菓子だけ食べてさっさと行っちゃったね。本当だ。うん。お菓子以外は目もくれずに行っちゃった。今日はせっかちだね、しげちゃん。うん、もうちょっと？いいよ、それでいい。しげちゃんのさ、うん、お菓子が。お菓子が散らばっちゃって、ああ、お菓子ポロポロ落として、チーズのお菓子をポロ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 、うん、これ最悪のお菓子だね。最悪の掃除絶対しんやから、うん、はいはいはい、このお菓子おいしいね。でもこのチーズのお菓子ね、うん、しげちゃんがもうすごい勢いで食べたもん。お母さんあれけ、入院した時は自分でも寿命がもう終わりかなと思った時あった？うん、まだ思わない。うん、そんなこと思ってこそない。ない？うん。じゃあまだまだ続くね。まだまだ続くね。なかなか簡単に泣く、あれだね、死なしてもらえんね。そりゃそうだね。まあ美味しいもの食べたり、いろいろね、楽しい人と会ったり。うん、またあるでね、まだこの先も、うん、しかない、ない。これはまあ食べたくない？お金にする？うん、ココナッツサブレみたいな、うん、ココナッツサブレ、ああそう、ココナッツサブレならこれでもいいか、これおいしいよ。しげちゃんお茶飲むけ？お母さんお茶だいぶ飲んだ。まだお茶飲む？うん、お茶。お茶半分でいい。
お母さんが家事できなくなっちゃったら、で、しげちゃんを呼んでくると、しげちゃんの面倒を見なきゃんくて、お母さんの面倒を見なきゃんもんで、なかなか大変。で、しかも、YouTube 撮るな、うん、こうやって、カメラで、うん、なかなか大変だよ。まあ、YouTube やめりゃいいわけだけどさ、撮影。すぐこうやって汚すもんで、あ、分かった分かった、いい、やらんでいいよ。これ昔のあの子供の頃のお菓子って感じ、素朴な。しげちゃんお風呂入れてくれるで、また帰るかね。ね、4時ぐらいまでには帰らんと。うん、毎日入る？毎日は入れてくれる。うん、しげちゃんお風呂好きだでいいね。しげちゃん、ほんと健康だね。うん、今ね。もう一個欲しい？もういい、もういい。健康。しげちゃん、ほんとに、あの、最高に今年の夏は健康だったよ。うん。ね。よかったね、しげちゃん。今日もグループホーム行ったら、しげちゃんのことを昔から知ってるベテランの従業員の人の勢ぞろいでね、うん、長く3年4年と面倒見てくれる人ばっかで、うん、でありがたい、うん、昔のことしげちゃんが知ってる人、うん、あ、さっさと行っちゃった。あれ、お菓子なくなるとパーって行っちゃうね、白状だもんで。はい、さようなら。こっち向いて。こっち向いてって。はい、さようならね。はいはい。はい、バイバイ。お母さんも元気で頑張るでね。はい。じゃあ、ここでね、お別れです。ここでお別れです。はい。あれ、お母さん、歩いて。行けれんでね。市内会でね。うん。